どちらの方が反応がいいのか。来ましたね、来ました来ました。メタルジグで釣りたいなっていうのは結構大きいかもしれないね。これナブちゃん、はい、今日はですね、仕事の帰りにアジングに来ました。ジグヘッドにアジングワームだけではなくマイクロメタルジグも一緒に投げたいと思います。これをですね2本のロッドで交互に3投ずつぐらい投げてみたいと思います。今2本のロッドのセッティングに15分以上かかりました。ラインが細すぎてですね、ちょっと準備に時間かかりましたけど、どちらの方が反応がいいのか。昔マイクロメタルジグで結構釣れた時もありましたけども、やっぱりアジング用ワームジグヘッド、こっちの方がやっぱり釣れるイメージですけど、どっちが釣れるのか、もしくはアジングワームが釣れるとしてもどのぐらい差があるのかをやってみたいと思います。それではスタートします。じゃあまず初めの3投は、ジグヘッドにワームでいきたいと思います。ジグヘッドは 1g を使っています。これは34さんのキメラベイト、これでまず3頭いきます。久々ですね。まずアジが集まってるかどうかですね。個人的なことなんですけど、私最近仕事を変えまして、今までだいたい夜の9時半ぐらいまでの仕事だったんですけど、3週間前ぐらいにですね仕事を変えまして、今はだいたい5時半ぐらいに終わる仕事に、変えました。なので頑張ればですね仕事の後にこうやってアジングに来れるかなと。今シドニーは冬なんですけど、夏になれば仕事の後にライトショアジギングもできてしまうかなという感じですね。ちょっとまだアジの群れが回ってきてる感じじゃないかもしれないですけど、はい、1投目終了しましたね。こんな感じでワームとマイクロメタルジグを3投ずつですね交互に投げていきたいと思います。はい、じゃあ今度はですね、マイクロメタルジグの3投いきたいと思います。これはヨシメタル貫きですね。これでいきます。やっぱこっちのがよく飛びますね。これはただ巻き中心でいきます。はい、ワームを紅白ですね、34さんの紅白に変えます。まだ味回ってきてないかもしれないですけどね。やってみましょう。来ました。結構早巻きにしたら来ましたね。アジなんでしょうか。あんな速い動きで。おお、いいですね。来ましたね。よいしょ、アジですね、釣れました。よいしょ、はい、ワームでまず1匹目が釣れましたね。サイズ的には25センチあるかないかですね。まず1匹目これ釣れました。ということで回ってきたので3投ずつ投げて反応を見たいと思います。はい、今釣れたアジですけども、どっちかというとチョン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 ってやって、結構なアジングにしてはかなり早い早巻きにガッと食ってきたので、ということでもしかしたらマイクロメタルジグで食ってくるかもしれないでやってみたいと思いますが、今フェリーが入線したんでちょっと一旦止めます。はい、魚脂メタル貫きですね、これに変えます。結構早巻きできたんで、もしかしたら来るかもしれないですね。そんな遠くじゃないですね。このぐらいの
ただ巻きしてみましょう。さっきの感じだったらこれでも来るかもしれないですね。ただまあワームだから来たのか、それともこれでも来るのか。基本的にそんな早巻きじゃないはずなんですけどね。しばらくただ巻きで続けますよ。まあまあの速さのただ巻きでやってみましょう。反応があるかどうか。3頭これでは来なかったんで、またワームに変えます。はい、さっき釣れたこのまあ紅白ですね、これを使います。34紅白。さあどうでしょう、楽しみですね。今マイクロメタルジグを3頭投げた反応がなかったんで、これでワームでまた釣れるようだったら、まあやっぱりワームの方が、まあ、ただマイクロメタルジグもローテーションしていかないと、あの大きさのあの色の魚種メタル貫きが今反応がないだけかもしれないですし、まあ、いろいろやってみましょう。お、当たりありますね。ありました、乗りましたね。あ、やっぱりワームは強いですね。バジングは本当によく考えられてますね。アジ専門に釣れるようにちゃんと考えられてる。すごいですね、やっぱバジングっていうのは。今ワームに変えて1投目ですからね、上がってきました。結構大きいかもしれないね、これ。おっと、結構でかいのかな。よいしょ、おい、釣れました。よいしょ、はい、はい、また来ましたね。ワームに変えたら1投目で来ました。ワーム強いですね、アジングの。これ結構でかいんじゃないですかね。そうですね、30センチぐらいありそうですね。ちょっと測ってみようかなと思います。29センチですかね、30はなかったです。はい、今ワームで2匹目が釣れましたね。ちょっとワームあと2頭残ってるんで続けます。断然ワームが反応がいいんですかね。今アジが回ってるんでマイクロメタルジグを試したいんですけどね。おー、グッド。おー、グッド。イエー、グッド。イエー。イエス。あ、レアリ？あ、いや、あ、いや、グッドラック、トゥー。カマスが釣れたみたいですね。私の YouTube を知ってるそうです。結構顔を知られて悪いことできないですね。もう悪いことしませんけど。さあどうでしょう、この塔は反応がなかったですかね。もう一回やりましょう。確認いきます。結構表層からカウント5から10ぐらいですね。まあまあまあ表層の方にいますね。やっぱワームは反応がいいですね。
来ましたね、来ました。来ました。いますね、やっぱり。というか、やっぱりワーム強いですね。今、3頭中、1頭目とこの3頭目がかかりましたね。ワームは強い。バージングワームはすごいですね。おー、すごいな、これ大丈夫かな。かなり引っ張られますね。よし。よっ、はい。はい、釣れました。取れちゃった。よいしょ。ちょっとこれ仕事用のスーツなんでね。よいしょ。よいしょ。はい、外れちゃいましたけど。はい、外れちゃいましたけど、同じくこのワームですね、34さんの紅白で来ました。これはまあ25センチ弱ぐらいですかね、来ました。ということで今ワーム3頭終わったので、次はマイクロメタルジグに切り替えます。これはリリースします。ちょっとですね、この貫き反応がないので違うやつに変えましょう。ちょっとでかいのかもしれないですね。変えましょう。これもまあまあでかいかな。はい、じゃあ今度はジャックアイヒラリンですね。これは3グラムですかね。3グラムです。ジャックアイヒラリン3グラム、これでいきます。さあ、マイクロメタルジグでも釣りたいですね。いきます。まあ、大体イルソ同じぐらい狙いましょうね。同じコース、同じ。さあどうだ。マイクロメタルジグでも釣りたいです。ちょっと沈むのが早いからかな。どうせどう沈んでいくんで、竿を立てて、立ったかな今。当たった感じはしましたね。ナブちゃん。はい、ということでアジング用のジグヘッドとワーム対マイクロメタルジグっていう形で検証してみたんですけど、実際のところはワームで3匹釣れましたね。釣れてるタイミングでマイクロメタルジグでは残念ながら全く当たりがなかったという感じで、まあもちろん状況によると思いますし、昔マイクロメタルジグで結構釣れた日もありましたので、まあ、その時の状況なのかなと思います。マイクロメタルジグでやっとアジが反応してくれました。チョン、はい、2匹目来ました。再現性ありますね。さっきも今回のチョン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 ってやったら、まあ、リアクションバイトなのかそれで来ましたね。あったね、やっぱり、まあ、さっきのマイクロメタルジグよりかはワームに近いんですね。はい、ただ巻きでも来ました。アジラリに来ました。これはまあ20センチぐらいで食べて来ました。25センチぐらいですね。残念ながら途中から満潮潮止まりになってから一切当たりが止まって、ワームでも全く当たりがなくなったので、まあ今日はですね、あと1時間後潮動くかもしれないんで、そしたらまた釣れ始めるかもしれないんですけど、まあちょっと明日仕事もありますし今日は帰ります。やっぱりマイクロメタルジグとかと比べてワームはもう繊細なちょっとした当たりを感じ取ることができるので、まあアジが今回ってきたとか、まあ、もしくはその繊細なちょっとしたあたりを、まあ、拾えるっていう意味でやっぱりすごくアジを釣るのに優れたゲームというか技術というか、まあ日本のこのアジングっていうのはすごいなと改めて思いました。まあ、多少活性が高い時はですね、マイクロメタルジグで、まあ、釣れたりするので、それはそれで楽しいかなと思います。ということで、
ワームのアジングっていうのはすごいなと改めて思いました。でもメタルジグ好きの私としてはマイクロであってもメタルジグで釣りたいなっていうのは思うので、時々それはやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。このチャンネルではショアジギング中心にヒットパターンや実験検証などをやっています。チャンネル登録お願いいたします。